余裕だと思います。いけー、最強の格闘家とは一体誰なのか。男組の面々が千葉に指定された場所へとやってくると、そこにはいや、レスリングじゃん。柔道か。屈強な男たちに睨みをつかせる、その男の名前はヒクソン・グレイシー。今回男組が対戦するのは世界最強と称されるグレイシー柔術。柔道のルーツである柔術をベースに、ブラジルで独自の進化を遂げた史上最強の格闘技。そしてヒクソン・グレイシーから日本人唯一の黒帯を認められた渡辺貴正さんから、今回の対戦相手である道場屈指のブラジル人3選手が紹介された。奥からフィリップさん、フィリップさん、アンドレスさん、アンドレスさん、で、ゾウ、ゾウさん、ゾウさん、今ちっちゃいの体重とか聞いていいですか。聞いてみましょう。85キロ。85、彼も85キロ。52キロ。ちっちゃ、俺の半分以下じゃん。お三方にお伺いしますけれども、対戦相手としてどう思いますか。やってもらうのはいいんですが、本気でかかってきてほしいんですよ。そうしないと逆に怪我するかと思いますので。おー、勝ちましょう。戦闘意欲満々なんですけど、勝負は代表3選手で戦う勝ち抜き戦。試合時間は10分1本勝負。打撃、中所攻撃、噛みつき、熱虫以外は何でもありのグレイシールールを採用。相手に参ったをさせれば勝ち、逆に参ったしてしまえば負けとなる。男組の代表3人は柔道有段者の佐田、勢いだけなら負けないという梶本、そして最年長ながらも粘りには自信があるという高永立候補。その高永、試合前のウォーミングアップを見て何かを思いついた。急遽メンバーを招集。俺と、はい、サボさん、対戦取りまして、最後、佐藤に任せるか。なるほど、任せてください、仕留めますから。それは、悲壮な覚悟の上での作戦だった。全勝は厳しい。しかし、全敗となれば男組の名が廃る。そこで、グレイシー側の先鋒、一番小柄なカルロスに目をつけた。このカルロスを梶本と高田が徹底的に疲れさせ、本命である大将の佐田がカルロスから一本奪うといういわば捨て身の作戦である。じゃあ試合始めます。全員前に。果たしてこの作戦は成功するのか。はい、お互いにレイです。お願いします。よし、梶行こう。はい、先陣を切るのはコア梶本。構えて。じゃあ梶行こう。始め。よし、梶本から向かいます。さあ、タッカーに行く。はい、行こう梶。佐田、勢いだけなら男組ナンバーワンの男。しかしその勢いを発揮すらさせてもらえない。しかし簡単に距離を詰めさせられません。あっと、投げられるか。踏ん張る。こらえます。お、投げるか、投げるか。そして早くもテイクダウン。カルロスの小さな体が梶本に絡みつく。マウントで乗ってくるところ、これ右でピンチだ。右手が危ない。足も取られている。右足も取られ、おっと、今手を投げました。取れた。関節技から逃れた梶本の一瞬の隙をついて一気に裸締め。腕が梶本の首を捉えたが、最後もう脱出はできない。上になれるかというところです。ちょっと今襟が危ないぞ。締められている。見つかった。楽しみください。前倒しない、前倒していないが、苦しい。あ、OK、来た。締め技に耐えきれず、梶本ギブアップ。この首がかなり効いたな。悔しさを言い忘れるものの、試合時間はわずか1分。捨て身の作戦の足しにもならなかった。続くは最年長のゴーダ。目の当たりにした強さを前に、自慢の粘りを見せられるか。構えて、始め。体格はほぼ互角。果たして、まずは逃げ腰で時間を稼ぐ作戦に出る。しかし、おお、よっしゃ。 あっという間に上に乗られる。お前ら、思わず飛び出る簡単の言葉。しかし、その驚きもつかの間、次の展開へ。腕、腕、大丈夫ですか。またタップしてくださいね。話し合います、話し合います、話し合います。この手を離せば一気に決められてしまう。
意地を見せる甲だ。よし。再度腕。しかしそれ以上に首を押さえ込む足先が苦しい。そして力が抜けた甲田を抱きかかえるようカルロスは上半身へ移行する。演歌歌手の命ともいえる喉に道着の襟が食い込んでいく。これ以上の我慢は歌手生命をも脅かすことになる。兄貴落ちますよ、落ちますよ。兄貴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 タップしてください、タップしてくださいね。あ、OK、ストップ。演歌歌手甲田真、喉を徹底的に締め上げられ落ちる寸前でギブアップ。大丈夫ですか兄貴。それは半端じゃないよ。ギリギリまで耐え抜いた甲田だが試合時間はわずか1分40秒、梶本と合わせても3分にも満たない。完全なる作戦失敗か。男組大将サザン、まだ余力がある強敵を倒すことはできるのか。はい、構えて始め。柔道有段者としても意地を見せたいサタ。さすがに前の二人とは違う。試合をコントロールしているようにも見えるサタ。このまま押し続けることはできるのか。とその時、サタ一本背負いを決め、さらにカルロスを締め上げていく。男組の反撃が始まった。いいぞいいぞ。いけるか。入った。入った。しかしカルロスも負けていない。下のポジションからサタの首をギリギリと締め上げていた。さらに、どんな体勢からでも相手を仕留める技を持ち合わせているグレイシー柔術の奥深さがサタを追い詰めていく。このまま決まってしまうのか。しかし、よっしゃ、けさけさ、起死回生のけさ固め。相手が柔術なら俺には柔道がある。ササ、しかしカルロスにはそれすら通じない。スタミナが切れ始めたサタ、その一瞬の隙をカルロスが、スタート大丈夫ですか。危険な関節技、これ以上我慢すれば人体が伸びるということでレフリーストップ。しかしこの判定にサタが、行く、タップしないですよ俺。レフリーストップなんて知るもんか。サタ再戦を要求。これがクールなカルロスの闘志に火をつけた。さらに、次回は止めませんのでね。よっしゃ。ギブアップまで試合は止まらない。まさに男の意地をかけた死闘が始まる。始め。俺は負けてない、心はまだ折れてない、参加していないとアピールするサタ。決着はレフリーストップなしの死闘へ。始め。サタの気合がカルロスの格闘本能に火をつけた。さっきとは打って変わって何もさせてもらえないサタ。一方のカルロスは確実にサタを仕留める体勢に移行していく。そして、サタ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 、はい、受けた。サタ本気のカルロスに秒殺。ついに一本も取れなかった男組。いや3対1で勝てんってめちゃめちゃ強いじゃないですか。実は彼はですね、パナメリカン大会2回優勝してまして、日本大会も5回優勝してます。そんなことやってるんですよ。チャンピオン体重稼ぎ一番弱いかと思って負けない。前線はしたものの、突っ張り男組惨敗。
ード、その4。